本物の健康は〇〇をいたわることで手に入る。いつもご覧いただきありがとうございます。本ようやくチャンネルの亮です。本日ご紹介する本は緒方聡先生のダイエットも健康も肝臓こそすべてです。毎年の健康診断で肥満や脂肪肝、脂質異常を指摘されているそこのあなた、ダイエットを頑張ろうと何度食事制限をしてもすぐに失敗してリバウンドしてしまうそこのあなた、まずはこれだけでも覚えてください。肝臓をいたわる食事に変えれば健康的な体を手に入れることができる。現在日本人の成人3人に1人が脂肪肝であると報告されています。脂肪肝は命に関わる疾患でありながら自覚症状がほとんど現れない恐ろしい病気です。3人に1人が脂肪肝ということは、この動画をご視聴いただいている皆さんの中にも自分では気がついていないのに脂肪肝にかかっている方が多数いるということです。ですが心配しないでください。緒方先生の脂肪肝改善プログラムスマートメソッドに取り組めば、たったの3ヶ月で脂肪肝を改善することが可能です。今まで無茶なダイエットに挑戦しては失敗してきたそこのあなたでも、これは肝臓にいいのかという目線で食事を見直せば健康的な体を取り戻すことができるんです。もう痩せることだけを目指した食事制限はやめましょう。スマートメソッドに取り組むことで、あなたの脂肪肝はみるみる改善、健康的に痩せることができるんです。さあ、そんな肝臓の正体について、懇切丁寧に描いてくれている本書の中から、本日ご紹介いたします内容は以下の2つです。第1章、〇〇がすっきりしていない人は16時間断食に失敗します。第2章、テレビ・雑誌が絶対に取り上げない〇〇〇の弊害。どちらもとても大切な内容です。ぜひ最後まで見ていってください。それでは早速参りましょう。第1章、〇〇がすっきりしていない人は16時間断食に失敗します。突然ですが、最も大切なことという意味を表す熟語は何でしょうか？そうです。肝腎ですよね。あるいは肝腎、腎臓の腎と書くこともあります。肝臓、心臓、腎臓が私たち人間にとって書くことができない臓器であることから生まれた言葉です。どちらの肝腎にも肝臓が入っていることにお気づきでしょうか？肝臓こそ人体において肝腎要の臓器。心臓が止まっても人工心臓で生きることができます。腎機能が失われた後でも人工透析で生きることができます。ですが肝臓だけは未だに人工肝臓が実用化されていません。肝臓はそれほどに複雑な機能を持っていて、私たちが生きる上で大切な臓器なんです。それなのに機能が低下してもすぐに自覚できないという恐ろしさがあります。肝臓の様々な病気は末期状態で機能がかなり低下してからようやく症状が出始めます。それゆえ肝臓は沈黙の臓器とも呼ばれているんです。はっきり言ってめちゃくちゃ怖いですよね。だって気がついた時にはもう取り返しがつかないことになっているかもしれないんです。今回解説する疾患は脂肪肝。肝細胞の中に脂肪がどっさり蓄積してしまう病気ですが、なんと肝臓全体の 60% 以上が脂肪化している状態でも症状が全く出ないんです。驚きですよね。自覚症状を認識して病院に行く人がほとんどいないという恐ろしい疾患です。10年以上かけて肥満し脂肪肝になってしまった方は太る前の体調を覚えていません。脂肪肝が改善されて初めて、ああ太っていた時にこんなにも疲れが取れていなかったんだと気がつくんです。脂肪がベタベタまとわりつこうとも無口でけなげに働き続ける肝臓は一体どんな働きをしているのでしょうか？脂肪肝、脂肪肝炎のお話をする前に肝臓の働きについて見てみましょう。肝臓にはたくさんの機能があります。特に重要なのは代謝、解毒、免疫機能の3つです。まずは代謝について。代謝というのは
栄養素を体が利用しやすいように分解、合成する働きのことです。ご飯を飲み込むと胃や腸で消化され、血管を通って肝臓に運ばれます。運ばれた栄養素は肝臓で生命維持のために必要な物質に作り変えられているんです。それだけではありません。食べていない時に体に溜めた栄養をブドウ糖に変えて細胞のエネルギー源にしているのも肝臓の大切な働きです。この働きを糖新生と呼びます。聞き慣れない言葉かもしれませんが、健康的に減量したい方は糖新生のメカニズムを必ず知っておかなければなりません。なぜなら肝臓の機能が低下している場合、空腹の時に体に溜めた栄養をブドウ糖に変える、すなわち脂肪をブドウ糖に変化させる機能が低下しているからです。いいでしょうか。正常な肝機能であれば、食事制限をしてエネルギーが少し足りない時、脂肪をエネルギーに変換してくれる機能が働きます。結果として脂肪が減って健康的に痩せることができるんです。ですが肝機能が低下しているということは、脂肪をエネルギーに変換する力が弱いということ。言い換えれば、空腹に耐える機能が落ちているため、体が必要なエネルギーを補給するには食事を取らなければなりません。これではいつまで経っても脂肪は落ちませんよね。皮肉なことに、太っていて脂肪を減らしたい方ほど、太っているせいで肝臓の機能が衰え、脂肪が減らないというジレンマが起こってしまっているんです。肝機能が正常に戻るにつれて、脂肪として蓄えたエネルギーを消費する機能が回復していくので、空腹感も和らぎ、減量もだんだんと楽になっていきます。つまりですね、最近16時間断食など空腹時間を意識するダイエットが流行っていますが、あれも肝臓の機能がしっかりと働ける状態を作ってあげないとうまくいかないということです。肝臓に脂肪がぎゅうぎゅうの状態では、糖新生がうまく働かないため、空腹が辛くて辛くてしょうがない。だから16時間断食を始めようと思っても、ついつい間食してしまったり、ルールを破ってご飯を食べて罪悪感に苛まれることになるんです。ですがそれはあなたのせいではありません。あなたの意志力が弱いわけではなく、肝臓の中に詰まりに詰まった脂肪が原因だったんです。その脂肪のせいで他の人よりも空腹を強く感じる。だから我慢できなかったんです。だからこそ順番が大切。まずは肝臓の脂肪を落とす。そしてその後、空腹に耐えることができる体になった後に、16時間断食を含め他の食事法を試してみればいいんです。肝臓の機能がダイエットをする上でどれほど大切か、皆さんにもご理解いただけたんじゃないでしょうか。さあ次に解毒についてお話ししていきましょう。アルコールや薬を飲んだり、代謝の過程で生まれた有害な物質を毒性の低い物質に変えて尿や胆汁の中に排泄する、この機能を肝臓は持っています。皆さんがイメージしやすいのは、例えばアンモニアでしょう。独特の嫌な匂いがする有害物質のアンモニアは、実はタンパク質から作られます。ですが肝臓の働きによって無毒化され、尿とともに体の外に排出されるんです。お酒をたくさん飲む人が肝臓の病気にかかりやすいのは、アルコールの過剰摂取で肝臓に負担をかけているからに他なりません。肝臓の機能が低下すると、体の中の様々な有害物質を処理できなくなってしまいます。その結果、有害物質が全身を回ってしまうため、なんだか疲れが取れないとか、ずーっと頭が痛いとか、皮膚が痒いとか、ニキビができてしまうなんて体調不良を感じてしまうようになるんです。さあ、そして最後に免疫について。免疫といえば、皆さんは白血球を思い浮かべるんじゃないでしょうか。体内に侵入してきたウイルスを撃退、風邪や病気から体を守ってくれる免疫機能ですが、実は体に入ってきた異物を食べてしまう免疫細胞のなんと 80% は肝臓内に存在するんです。つまり肝臓の機能が低下してしまうと、病原体の感染に弱くなってしまうということ。
例えば肝臓が悪くなって移植が必要な方は、移植を待っている間に感染症で命を落としてしまうことが多いんですね。新型コロナウイルスについての欧米の報告でも、肝機能が弱まっている肥満体の患者さんの方が重症率や死亡率が高いことが明らかになっています。肥満者の多くは脂肪肝など肝臓の機能に障害を持っていますので、それだけ免疫力が低下してしまっているんです。肝臓がどれほど私たちの体にとって肝心な役割をしているのか、ご理解いただけたんじゃないでしょうか。さあ、それでは本書のメインテーマである脂肪肝に話を移していきましょう。脂肪肝というのは、肝細胞の中、肝細胞内に脂肪が溜まってくる病気です。肝臓の周りに脂肪がついてしまう病気だと多くの方に誤解されがちなんですが、実は肝臓の表面に脂肪がつくことはありません。一つ一つの肝細胞の中、肝細胞内に脂肪が溜まってしまい、代謝、解毒、免疫をはじめとする様々な機能が低下してしまうんです。代謝機能が下がれば、同じ食事量でも脂肪が消費されにくい、つまりより太りやすい体質になってしまいます。解毒機能が下がれば、全身に毒が回って疲れやすい体になってしまいます。免疫機能が下がれば、あらゆる感染症にかかりやすくなり、一度かかると治りにくいという、とても不健康な体になってしまいます。さらにですね、脂肪肝になってしまった方の1割から2割は慢性肝炎を引き起こしてしまい、肝硬変や肝がんなどの重病にかかってしまう恐れがあるんです。そうなれば、代謝、解毒、免疫といった重要な機能はもはや働かず、肝臓を移植しなければならないという事態になります。ですが、自覚症状が出るのが遅いというのは、先ほどもお話しした通りですから、手遅れになってしまうことも多く、その先には死が待ち構えているんです。脂肪肝は、肝臓に脂肪がついちゃうだけでしょなんて軽い病気ではありません。命を落としかねない重病にかかる入り口にある、とても恐ろしい病気だということがお分かりいただけましたでしょうか。さあ、それでは次に脂肪肝となる原因について話していきます。なぜ肝臓に脂肪が溜まってしまうのか、皆さんはご存知でしょうか。脂肪がつくとなると、イメージ的にはお肉の脂身や揚げ物など脂肪分の食べ過ぎが一番の原因っぽいですが、それは間違いです。脂肪分たっぷりの食事から肝臓に直接的に入ってくる脂肪はおよそ 15% にしか過ぎません。肝臓で作られた糖質由来の脂肪が 25%、そして最も多いのが皮下脂肪や内臓脂肪など全身の脂肪から溶け出した脂肪で、これが 60% を占めています。つまりですね、食事のお肉の脂身や揚げ物を減らす、これだけでは脂肪肝の対策としては不十分なんです。むしろ糖質の元となるご飯やパン、麺類などの炭水化物の方が、脂身よりも2倍のインパクトがあると覚えておきましょう。脂肪肝を放置してしまうと、次に待ち構えているのは脂肪肝炎です。脂肪肝炎とは、肝臓に炎症などを伴う異常が起こる病気で、やがては肝硬変や肝臓のがんに進んでしまうリスクが高い恐ろしい病気です。そして私たちが気をつけなければならないのは、脂肪肝炎にかかるかどうかは、肝臓の脂肪化の程度とは関係がないということ。つまり、脂肪肝が進行して初めて脂肪肝炎になるのではなく、脂肪肝が軽度の状態であっても肝炎になってしまっている可能性があるということなんですね。怖いですよね。ちょっと肝臓に脂肪がついているだけ、私は他の人よりも太っていないからまだ大丈夫、そう思っていても、肝臓内に溜まった少しの脂肪が死亡リスクの高い病気を引き起こす脂肪肝炎につながりかねないんです。申し訳ありません。少し怖がらせすぎてしまったでしょうか。ですが、ただちょっと太ってしまっただけと脂肪肝を軽く思ってほしくないんです。では結局、どうして肝臓内に脂肪が溜まってしまうのでしょうか。その答えはとてもシンプル。肝臓内に脂肪が溜まっていく理由は、入ってくる脂肪の量が多すぎることと、出ていく脂肪の量が少なすぎることにあります。
さあ、脂肪肝になる原因が分かれば対策も分かりますよね。肝臓内に脂肪がたまらないようにする方法は次の3つがあります。 1. 食べ物由来の糖や脂肪、特に糖の元となる炭水化物の摂取量を減らす。 2. 溶けて肝臓に流れ込んでくる皮下脂肪や内臓脂肪を減らす。 3. 肝細胞の機能に悪さをきたす毒を減らす。この3つです。要は食べるものに気をつけ、食事制限と運動で体の脂肪を落としましょうということ。健康的なダイエットで肝臓に入ってくる脂肪を減らし、適度な運動で肝臓から出ていく脂肪を増やしましょうということです。脂肪肝、脂肪肝炎を改善させる結論はただ一つ、食事に勝る薬なしなんです。2022年現在、脂肪肝、脂肪肝炎の改善に特化した薬剤は許可されていません。薬剤の開発自体は進んではいるものの、脂肪肝、脂肪肝炎に対して劇的な改善効果を持つ薬はできていないんです。そもそも食事療法なしに薬を飲むだけで脂肪肝を改善させることは難しいでしょう。例えばお酒を毎日毎日大量に飲んでいる方に薬だけ与えても肝臓の機能が回復しないことは想像できますよね。薬を飲むよりも先にお酒をやめる必要があるのは誰だってわかることです。それと同じで、肝臓を脂肪化させる食事を減らすことなしに脂肪肝、脂肪肝炎は絶対に改善しません。じゃあどのような食事をすればいいのと思われた視聴者の皆さん、ご安心ください。第2章で脂肪肝を改善し健康的な体を手に入れるための脂肪肝改善プログラム、スマートメソッドを解説していきます。ということで、第1章までの内容をここでまとめておきましょう。ポイント1、肝臓は代謝、解毒、免疫機能を持つ人体で最も重要な臓器である。ポイント2、脂肪肝は肝臓内に脂肪が溜まることで肝臓の機能を低下させ、脂肪肝炎や肝硬変、肝臓がんにつながりかねない恐ろしい病気である。ポイント3、脂肪肝、脂肪肝炎を改善するには食事に勝る薬なし、肝臓を脂肪化させる食事を減らすことなしに脂肪肝、脂肪肝炎は治らない。いや、肝臓に脂肪が溜まることで空腹に耐えられなくなる、空腹時の脂肪消費がうまくいかなくなるというのは驚きでした。何よりもまず肝臓の脂肪を落とさないことには始まらないということなんですね。16時間断食などを行うその前に、まずは脂肪肝の改善を図っていきましょう。ぜひ本書と続く第2章で皆さんの肝臓の脂肪もすっきりさせてください。第2章、テレビ雑誌が絶対に取り上げない〇〇〇の弊害。緒方先生の外来診療では、患者さんの約8割が1ヶ月で2キロ減量、3ヶ月で6キロもの減量に成功しているそうです。もちろん無茶な減量ではなく、とても健康的なダイエットです。この外来診療のノウハウをまとめたものが脂肪肝改善プログラム、スマートメソッドです。その秘訣は7つの習慣にあります。たとえ細かい理論がわからないとしても、7つの習慣を実行できれば肥満や脂肪肝は改善することができるんです。ですからここでぜひやり方を覚えて取り組んでみてください。まず7つの習慣を続けていくために、体重計、キッチンスケール、体重記録表を必ず用意してください。体重記録表は手帳でもカレンダーでもスマホアプリでも OK です。自分の重さを測ること、食べ物の重さを測ること、毎日の体重を記録すること、この3つが7つの習慣を続けていくのにとてもとても大切なんです。まずは体や食べ物の重さの感覚を身につけること。これが減量を成功させる第一歩なんです。次にスマートメソッドの大原則を4つ説明していきます。 1. 7% の減量で脂肪肝は改善する。 2. 1、2、3 の法則に従って目標設定をする。 3. -2kg の法則を意識する。 4. 体脂肪率 37% の壁を乗り越える。1つずつ丁寧に見ていきましょう。まず1、7% の減量で脂肪肝は改善する。
体重の 7% の減量に成功すれば、肝細胞から脂肪が減少、すなわち脂肪肝が改善していくんです。ここで重要なポイントは、減量後に BMI が標準体型とされている25以上であっても、脂肪肝が改善することが分かっているということです。標準的な体重に届かないとしても、今の体重から 7% 減量することができれば、脂肪肝は確実に改善していくんです。さて、あなたの減量目標は決まりましたよね。80キロの方であれば、7% の 5.6 キロのダイエットに成功すれば脂肪肝が改善します。自分の体重に置き換えて減量する体重を設定してみてください。2、1、2、3の法則に従い目標設定をする。基本的に1ヶ月で2キロの減量、3ヶ月継続して6キロの減量を達成し6ヶ月維持すること、これを目標に設定しています。ただこれは80キロの方を基準に作られた目標ですので、自分の体重の 7% を当てはめて目標を設定しましょう。大切なことは、最初にやる気を出して無茶なダイエットをしようとしないこと。過度な食事制限をすれば確かに一気に体重を落とすことは可能です。ですが1ヶ月に3キロ以上の体重の減少は、多くの場合筋肉量や体の水分量まで大きく落ちてしまうため、健康的なダイエットとは言えません。体に負担がかかってしまうような減量をして健康を損ねてしまっては本末転倒ですよね。私たち人間の体は、食べる量、飲む量、塩分の量、便秘があるかないかなどによって体重の変動量自体かなり変わりますし、朝夜でも体重差はあるものです。体重を測る時間をしっかり決めて、毎日同じ時間に体重を測定、1ヶ月で 2,3 キロのダイエットを3ヶ月続けて達成してみましょう。3、マイナス2キロの法則を意識する。原則として1ヶ月2キロの減量を3ヶ月継続。これを目標として1キロの余裕を見て、3ヶ月で5キロの減量を達成できればダイエット成功としています。糖尿病がない方の9割、糖尿病がある方を含めても約8割の脂肪肝患者さんが、緒方先生の外来診療でこの目標を達成しているそうです。では達成できなかった2割の方はどのような方だったのでしょうか。答えを言えば、1ヶ月目に2キロの減量を達成できなかったという特徴を持っていました。逆に言えば、1ヶ月目に2キロの減量を達成している方は、ほぼ全員が3ヶ月で5キロの減量に成功しているんです。つまり、やると決めた1ヶ月間、自分にとって新しい習慣となる7つの習慣を最初の1ヶ月間実行できるかどうかが成功の鍵ということです。いつかやろうと思っている方には、そのいつかは永遠に訪れません。やると決めたなら、今から今日から始めてみてください。4、体脂肪率 37% の壁を乗り越える。よく知られている事実に、内臓脂肪は皮下脂肪より先に落ちることがあります。そして逆に、あまりよく知られていない事実に、肝細胞の脂肪は内臓脂肪より先に落ちることがあるんです。すなわち、体の体重を減らすと、まず最初に肝細胞の脂肪が落ち、次に内臓脂肪、そして最後に皮下脂肪が落ちていくんです。私たちがとっても気になっているお腹のつまめるお肉、二の腕のたるみ、最近気になる顎のお肉、一番最初に落としてしまいたい皮下脂肪は一番最後に落ちるので、最初の1ヶ月は減量に成功したとしても、悲しいことにすぐに見た目に変化は訪れないんです。ですが、心配しないでください。肝臓をいたわる健康的な食事を続けていれば、見た目には変化がないんですが、1ヶ月目からしっかり肝細胞の脂肪や内臓脂肪が落ちているんです。肝機能など体の内側の健康は、目に見えなくてもしっかりと改善されているんですね。健康になるのは嬉しいけど、せっかくダイエットを頑張るなら見た目にも変化が欲しい。きっとそう思う方は多いと思います。私もそう思います。
実はですね、見た目に変化が現れ始めるのは体脂肪率が 37% を切ってからと言われているんです。それまではいくら頑張っても見た目は変わりません。努力をしても誰にも気がつかれない最も苦しい時期が 37% の壁なんです。この 37% の壁を乗り越えられるかどうかがダイエットを成功させる大きなポイント。体脂肪率が 37% を切るまで頑張れば、その後は頑張ったら頑張った分だけ体のラインが変わっていきます。せっかくダイエットを始めるんですから、頑張って 37% の壁を乗り越えましょう。壁を乗り越えたその先に私たちが理想とする体が待っています。さあ、それではお待たせいたしました。ここからはスマートメソッドの秘訣である7つの習慣について徹底解説していきます。この7つの習慣をしっかり続けることができれば、脂肪肝はみるみる改善し、私たちは健康的な体を手に入れることができるんです。もちろん健康的なダイエットを継続すれば見た目も変わっていきます。ぜひ7つの習慣を身につけて理想の見た目に近づいていきましょう。さあ、皆さんに取り組んでほしい7つの習慣はこちらです。 1. 1日1回体重を記録する。 2. 飲み物はお茶、水、ブラックコーヒーにする。 3. ご飯の量を半分にする。 4. 野菜を2倍にする。 5. タンパク質は大豆、魚、鶏を優先的に食べる。 6. 超加工食品を減らす。 7.1日10分以上運動する。それぞれ詳しく見ていきましょう。 1. 1日1回体重を記録する。脂肪肝を減らすために食事を改善しようとかいう曖昧な目標設定ではいけません。いつまでやるか、どこまでやるかを数字として明確化することで結果はついてくるものです。体重の記録は短期間数値化して記録すること、この3点がとても重要です。まず短期間についてですが、 1,2,3 の法則でもお話しした通り、3ヶ月だけ頑張ってみましょう。1年中ダイエットを続けることを想像してみてください。きっとどこかで嫌になったり、自分に甘えてしまったりしそうではありませんか？1年中モチベーションを保ち続けるのは誰だって難しいものです。3ヶ月だけ、たった3ヶ月だけ頑張って、その後は体重を維持するだけの方が目標ははるかに達成しやすいんです。さあ、次に数値化も徹底しましょう。ダイエット目標は先ほども言いましたが、自分の体重の 7% です。1ヶ月に2キロの減量を3ヶ月間数値目標として達成すれば、間違いなくゴールにたどり着くことができます。最後に記録ですが、体重を記録して視覚化しておきましょう。変化は目に見えることが大切です。なぜなら人間は食べたものをすぐに忘れてしまう生き物だから。おとといの夜のご飯は何でしたか？1週間前の夜ご飯は覚えていますでしょうか？パッと答えが出てくる方は少ないと思います。私も思い出すことができません。たった1週間前のことですら記憶は曖昧で、食べたものを正確に覚えていないものなんです。そして太っている人ほど食べたものを忘れてしまう傾向があります。食べたことを忘れているのに、なんで痩せないんだろうと考えても答えは出ませんよね。食事を正確に記録して分析をしましょう。毎日体重を測っても変化がなければ、今の食事量が多すぎるということがわかります。私たち人間は体質によって食事で摂取したエネルギー量と脂肪のつき方が違います。自分の体の特徴を知って目標を達成するためにも、数字による正確な記録を取っていく、これはとても大切なんだということを常に意識しておきましょう。 2. 飲み物はお茶、お水、ブラックコーヒーにする。肥満や脂肪肝をお医者さんから指摘された方は、飲み物を無糖のお茶か水、またはブラックコーヒーにしましょう。肥満じゃない方もできる限りこの3つにした方がいいです。脂肪肝の改善には、私たちが普段何気なく飲んでいるペットボトルジュースなどの砂糖水を飲まない習慣が最重要です。例えばスポーツドリンクにはスティックシュガー10本分の砂糖が含まれています。コカ・コーラやファンタグレープに至っては、ペットボトル1本でスティックシュガーがなんと約20本分も入っているんです。
一見すると健康的に思える 100% の野菜ジュースや果物ジュースですら、肝機能にダメージを与えかねない砂糖の量が含まれているんです。これらのジュース類を毎日飲んでいる脂肪肝、脂肪肝炎の患者さんは絶対に飲むのを中止してください。たったそれだけで1ヶ月目から肝機能の改善が見られるといいます。それほどに砂糖がたくさん入った飲み物は体にダメージを与えているんです。ただしこのことは健康を扱ったテレビ番組や雑誌の健康特集でも取り上げられることがほとんどないといいます。著者がローカルテレビ局の健康番組に出演した際、加糖飲料の弊害について話そうとしたところ、番組制作側からなんとストップがかかったことまであるといいます。脂肪肝の最大の原因は加糖飲料である。このことを解説するスライドと原稿が丸々ボツになって帰ってきたというんですね。担当ディレクターにそのことを尋ねたところ、スポンサーへの説明を要する可能性があるので別の内容に差し替えてほしいとのメールが届いたそうです。いやはやめちゃくちゃ恐ろしいですよね。テレビや雑誌というのはスポンサーありきで成り立っていますから、多少伝える内容が歪んでしまってもスポンサーの意向に従わなければならないということがあるんです。そのため多くの人が未だに体にいいと信じて乳酸菌飲料や 100% 野菜果物ジュースをごくごく飲んでいます。しかしね、それこそが肥満脂肪肝の最大の原因なんです。ぜひこのことを一人でも多くの人が気がついてほしいと思います。とこのお話をすると、こんな質問がいつも著者のもとに飛んでくるそうです。ゼロカロリーのジュースなら飲んでも大丈夫ですか？なるほど、確かに糖質を含んでいないゼロカロリーはどうなんでしょうか。ゼロカロリーのジュースの定番商品といえば、そうダイエットコーラ。ダイエットという名前がついているからには飲んでも太らなさそうですよね。ですが考えてみてください。ダイエットコーラが最も売れている国は世界の肥満大国であるアメリカなんですね。ゼロカロリーのジュースを飲んで減量できるなんて科学的根拠は何一つありません。素直にお茶、お水、ブラックコーヒーのどれかにしてください。体にダメージを与える可能性のある飲み物を飲んで健康的な体を目指すことは非常に難しいんです。 3. ご飯の量を半分にする。脂肪肝の改善のためには、白いご飯やパン、ラーメンやうどんなどの麺類を今食べている半分の量にしてください。あくまでゼロにはしないということがポイントです。無茶をしてもすぐに挫折してしまいます。目安は1日の糖質量を 130g 以内にして続けてみることです。白いご飯であれば 70g でお茶碗の半分より少し少ないくらい。食パンなら 60g で6枚切りの1枚。ラーメンなら 60g で生麺の半分くらいの量です。キッチンスケールで測ってみると思ったよりも量が少ないなぁと実感するでしょう。ですがご飯の量を半分にすることで減量は確実に成功しやすくなりますし、脂肪肝も改善されていきます。この食事を続けることができればリバウンドをすることもありませんし、生活習慣病の予防にもなりますので頑張って続けていきましょう。 4. 野菜を2倍にする。ご飯の量を半分にすると同時に必ず野菜の量を倍に増やしてください。太っている方や脂肪肝の患者さんは野菜の摂取量が一般的な日本人の半分程度しかない生活を送っていたことが研究でわかりました。また減らしたご飯にも食物繊維が含まれていますので、その減らした分だけ野菜で食物繊維を補わないと便秘といった症状が現れてきてしまいます。野菜を食べる目安の量は1日 350g 以上。大体のイメージは小皿の野菜サラダが約 70g ですので、朝に小皿1枚、昼に小皿2枚、夜に小皿3枚の野菜を食べるのが目標です。野菜は必ずしも生で食べる必要はありません。例えばビタミン C は熱に弱くて加熱すると壊れてしまうとよく言われますが、野菜の細胞内のビタミン C は加熱しても壊れにくい性質を持っています。ビタミン、ミネラル、食物繊維の補給のためにも安心して加熱した野菜も食べてください。ただし注意点があります。
じゃがいもやさつまいも、かぼちゃ、とうもろこしは野菜ではありますが、糖質を多く含んでいますので、これらを食べるときは主食としてご飯の代わりに食べることがおすすめです。5. タンパク質は大豆、魚、鶏を優先的に食べる。タンパク質は筋肉や内臓に欠かせない成分であり、満腹感や食事の満足感を得られ、さらには同じエネルギー量の糖質と比べて太りにくいという性質を持っています。ですから脂肪肝の改善には欠かすことができない栄養素なんです。肝臓をいたわって健康的な食事をするためには、タンパク質と食物繊維やビタミンを含む野菜を優先的に食べるという習慣を身につけることがとても大切です。目安の量は1食あたり 20g から 40g 程度。肉やお魚であれば 100g でタンパク質が 20g ほど含まれていて、イメージとしては手のひらに乗るくらいのサイズです。コンビニで売っているサラダチキンが1本 100g、タンパク質 20g くらいといえばイメージしやすいでしょうか。タンパク質は一度に大量摂取しても吸収できませんので、1日3回に分けて適度に食べるようにしてください。さて、肝心なタンパク質ですが、何から取ればいいのかというと、健康のためには植物性タンパク質を取れる大豆が最優先だと言います。納豆や豆腐はできるだけ毎日食べるようにしましょう。次に動物性タンパク質ですが、魚、鶏、牛、豚の順番でおすすめです。レッドミートと呼ばれる赤身の牛や豚は食べ過ぎると癌のリスクを高めてしまうと言われていますので、できれば魚と鶏を優先して食べるようにしましょう。他にも卵やチーズも優秀なタンパク源となりますので、家に常備しておくのがおすすめです。6. 超加工食品を減らす。この超加工食品という言葉、聞いたことがありますでしょうか。実はこの超加工食品は私たちの周りに溢れていまして、肥満や脂肪肝の原因となりうる食品です。例えばスナック菓子や菓子パン、カップ麺、ハンバーガー、ドーナツ、アイスクリーム、チキンナゲット、コーラやジュースなどの清涼飲料水が超加工食品にあたります。お手軽に食べることができるファストフードが多いですよね。とても美味しいですし、嫌いな方はあまりいないと思います。ですが、それが実は罠になっているんですね。超加工食品というのは、食べても満腹感を感じないよう、糖分や脂肪、塩分の量が調整されているんです。スナック菓子は食べ始めたら手が止まらない。菓子パンやカップ麺は一つでは物足りない。コーラやジュースを1日に1本以上飲んでしまう。皆さんもどこか思い当たる節があるのではないでしょうか。これらの食品はまるで麻薬のように、食べ始めるとやめられないように設計されています。その結果、カロリーを摂取しすぎて太ってしまう。当然ですが、肝臓にも大きなダメージを与えています。脂肪肝を改善したい方、健康的にダイエットをしたい方は、超加工食品の摂取をまずは半分に減らしてください。いきなりゼロにしてはいけません。いきなりゼロにしても反動が必ずやってきます。無理をせずに少しずつゼロに向かって減らしていき、健康的な食生活へとシフトしていきましょう。 7. 1日10分以上運動する。ここまで食事をメインにお話ししてきましたが、脂肪肝を改善するためには体を動かすこともとても大切です。適切なタイミングは食事の前後30分以内。筋肉内のエネルギー源を運動によって消費することで、食事の後の血糖値のピークを下げることができます。重要なポイントは、食事から得る以上のエネルギーを運動で消費しない限り、体脂肪を減らすのは難しいということ。つまり減量のためには、まずは食事量を減らすことが大切なんです。そしてその上で運動することでエネルギーを消費することが大切なんですね。ゆっくりとした屈伸運動や簡単な体幹トレーニング、踏み台昇降、ウォーキングといった適度な運動で十分です。ぜひ食事の前後に運動することを意識してください。さて、それではここまでの内容をまとめてしまいましょう。ポイント1、体重の 7% の減量で脂肪肝は改善するので、自分の体重に合わせて具体的な数値目標を設定し、3ヶ月で目標を達成することを意識する。ポイント2、体重が減ってもすぐに見た目は変化しないことを理解し、モチベーションを保ってダイエットを続ける。ポイント3、
健康的な食事や運動を含む7つの習慣を続けることで脂肪肝は改善し、健康的な体を手に入れることができる。いかがだったでしょうか。再度7つの習慣を表示しておきます。スクショして壁に貼り付けておきましょう。肝臓が私たちの体の中で最も重要な働きを持つ臓器であり、その肝臓の機能を低下させてしまう脂肪肝、脂肪肝炎は本当に恐ろしい病気です。もっと美味しいものをもっとたくさん食べたい、私たちの欲望は脂肪に変わり、肝臓の内側に徐々に溜まって取り返しのつかない重病へとつながってしまう恐れがあります。ですが、本日ご紹介した脂肪肝を改善する7つの習慣にしっかりと取り組めば、あなたの肝臓は元の状態へと戻っていってくれます。ゆっくりと自分のペースで、時には休みながらでも構いません。昨日までの自分よりもほんの少しでいいから、肝臓に優しい生活を送ることで、あなたは健康的な体を取り戻すことができるんです。ぜひ本日の動画に興味を持たれた方は本書を買って読んでみてください。ここまで長らくご清聴ありがとうございました。今日の動画良かったよという方、ぜひぜひ高評価ボタンだけでもポチッと押していただけますと、励みになり、より一層頑張れますのでよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしています。さようなら。最新動画を見たい方は左をクリック。おすすめ動画が見たい方は右をクリック。チャンネル登録もお待ちしています。